皆さんこんにちは、吉丸でございます。2020年の5月の30日土曜日です。新しいガチャがここでっていうねタイミングで来ております。竜の女王装備、まあ武器はねもうすでにレビューしているので、頭からですよね、まずレガリアの石、これが本当にすごいと前回まあ最初の感想で言ったんですけど、やっぱターン開始で間違いないもんね。ランダムに一つ、いやーこれはすごいよな。だから戦略として前回言ったように一回最終奥義みたいなのをあえて入れといて、こういいスキルをこう溜まるように仕向けるとか、まあわかんないけどね、使ってみないともう全体的なその CT の減りとか感覚っていうのがわかんないんで、まあ本当に想像の域なんですけど、これはね強いんだよね。で強さって僕これね力かなって思ってたんですけど、最大 HP、 力、身の守り、魔力、あらすごい、だから合ってたんだねこれね。いや僕なんかちょっとミスかなと思ったんですよ、力のね、力強の。いやもうこれ頭も絶対欲しいやつだな。呪文経験今日もついている。いやまあ引くしかねえかな。あ解いちゃった。で体上に関してはレガリアの移行ということで、敵に与えるダメージ 15% アップ、敵から受けるダメージも 15% 減してしまうと。防御中はなるほど発動しない。あーこれどうかな、どう、うーん 15% アップ、そうね、なんか個人的には勇者衣の方がまだ着てたいかなっていう気はしますよね。でもこれもパワーアップ、2ターン目以降ターン開始に、スキルの効果が 2% 増えていくと、最大 10% まで。なるほどね。まあでもどんどん強くなっていくっていうね、なんかすごいね。でこれですよね、休み極みもついちゃってると。まあでもなんかとりあえずガチャ引いて、もう防具は割ともうどれもすごいですからね。闇ぶれ軽減超、滅び燃焼、地形炎上、60減らす、土ぶれ軽減強、そうですね。まあ僕あんまりその高難易度コンテンツはね最近も全然やってないんで、下はっていう感じかな。盾レガリアの守護10秒盾いいですね。まずダメージ軽減 50% 減、おーさらに物理ダメージ軽減が 50% だって。3ターンいいですね。10秒と3ターンは僕の好きなパターンで、さらに HP は70回復、レガリアの加護、ターン開始時自分のみの HP を70回復か、すげえなー。今僕は聖人頭をかぶってるんですよね。であれつけていると僕の HP でだいたい140ぐらい毎回回復するんですよ、ブレイブナイトって。だから毎ターン200回復するよこの盾持ってたら。でもそうしたらなんかレガリアの頭使いた、難しいな。聖人頭も結構ね気に入って使ってるんですよ今。あれもメインスキルがこう伸びていくからね。ああいいですね。盾もすごいぞ。防御封印が80% ということで、怒りには、効果は発揮しない。ああこれかっこいいね、これかっこいいわ。というかこれ本当にいろんな、なんていうか斧限定じゃないくても見た目にしたいですよね。で副産的なところ、まず提供割合が 12.5 ぐらいいってんじゃない。あ、10、え、ちょっと待って、9、これだっけ、あ、12.5、 メタキンの王冠が 0.2%、 はあ、なんかレアに設定されてるんですね。よし、ちょっと引きますよ。ただまあまあ、今後の僕の先読みセンサー当たるか外れか全然わかんないですけど、まあこれさ、いろんな武器が増えていく可能性っていうのもある。で11の星5に確定に設定されているってことは、まあお祭り装備扱いですよね。だから今後、今回はちょっと待ってくださいね、詳しく見るで、武器は鞭と斧が先にやってきてくれた。まあそれからもちろん槍、剣、扇、
まあもう各探検とかバーッと出てくる可能性もゼロではない。そして竜の女王、でもどうだろう、鎧っていうのは出てくるのかな。まあそれも困った時の対策としてやってくる可能性もあるよね。だから要はね、僕ちょっとこの装備、まあ、ここまですごいのはあの予想してないって言ってたんですけれども、もう一個根拠が実はありまして、成人が全部出たわけですよね。だからもう一個新装備が来るっていうような話をちらっとしたと思うんですけれども、だからそれがこれに当たったんですよね。で結構ね交互にやってくるんですよ。新装備を2つぐらい用意して、で片方はお祭りの日で、片方はまあイベントにの間にこうボーンとでかいのを入れてくる時っていうことなんで、そう、そういったことでもなんかね、まあ今名流ですよね、まだ出尽くしていないのが、それだけに今なっちゃっているから、プラスアルファで、まあ、新しいのがここで竜の女王が来たのかなっていう気もしますね。よし、ではちょっと100連します。はい、今49,100なので、まあ19,100ぐらいまで、ってことかな。とりあえず110連、狙うはまあ頭とかですけど、正直なんか武器ばっか出て、もしも出たとしてももう当てる自信全くないですね。はい、で一応もう110連で一旦今回は本当に切ります。はい、もう出なかったら出なかったらもうしゃあない、また来ますから。はい、ということでやっていきましょう。途中光ってください。あれはマジか、止まって止まって、あらららららら、らこれ痛いぞ。一回切ろう、しょっぱなから、しょっぱなからはやめて。あれ固まった、なんだ今遅かったですね。すぐ即打ちするか、来い、止まって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 止まらん、うわちょっと待った、これきついわ。あ、33連目来い、止まって止まって止まって、うわマジか、止まっ、いやこれやばい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 って、一回やめる。ここまでちょっとこれひどくない？対象一個も出てないんですけど、一回名竜、炊き出しいきます。いやもう絶対出てよかったですよね、ここで2跳ねしちゃったりして。ああマジか、いやここまで来るともうちょっと全く出せる気がしないですね。うわー、とにかく途中たくさんあとも光るのを期待するしかないですね。おっと、また何かは出てくれると思うけど、頭お願いします、ここで出ないときつい。よっしゃ、頭きた、頭きてくれて、これちょっとびっくりした。さらにもう一回止まって、ちょっとこの流れで、いやでもやっぱね優秀だもんな、竜の女王を引きますか。盾も欲しいな、体上も欲しいしね。これちょっとラスにしていいですか、ちょっと一旦ね、とりあえず一番欲しいのも出したんで、来い、あーうん、やめた方がいい、もう止まって、うん止まんないもん。これ多分僕の予想だと武器追加でまた来ると思うんですよ。で今回まあ優勝で来なかったじゃないですか。でそう考えるとステップアップというか、これ男装備でこのドレス姿きついな、多分ねまたやってくると思うんで、その時にもう狙った方がいいと思います。一番いいの、もしあの一番そうですね欲しいのがとりあえず当たったんで。でもすごいよね、体上とか、これはすごいな。ただまあそうですね、盾も欲しかったんですけれどもね。ということで
いや、ちょっとびっくりしました。はい、ありがとうございます。まあ、先読みで僕、星ドラやってるんで、それをちょっと貫きたいと思います。また、はい、竜の女王に関しては、もう一回繰り返すと、新武器が入るかもしれない。そして、優勝ガチャも入るかもしれない。手に入れるチャンスは必ず今後あると思います。まあ、今回ね、その、もちろん、名竜刀手に入らなかったとか、メタキンも作れないとかあるかもしれないんですけれども、また絶対的にチャンスはもうやってくると思います。で、ここまでインフレすごいんで、特に勇者剣もそうだったんですけれども、ガチャのこうローテーションっていうのも結構最近早くなってるんですよ。昔は本当にもう半年1年来ないっていう時代もあったんですけど、最近もう 2,3 ヶ月に一遍ボンボンボンと来たりするのって、まあ、そんなにね、次長くないと思うんですね。で、お祭りの日も、まあ、星ドラの日と年末年始とまだまだありますんで、まあ、そこで引いていくっていうのはありだと思います。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。あ、そうだ、あと使用感とかもね、また動画やってみたいですよね。頭つけてどんな感じなのか、そうですね、それはまた別の動画でやりたいと思います。ではまたお会いしましょう。よしまるでした。さようなら。